はい、どうもこんにちは、キリンです。今回は、かなり危険な動画になります。はい、というのもですね、犬のジョンさんっていう YouTuber さんいると思うんですが、白いワンちゃんのニュース系の方ですね。はい、今回ですね、そのジョンさんの正体を特定することに成功いたしました。はい、で僕が徹底考察した結果ですね、とんでもない人物が浮かび上がってきました。今回は非常に危険なんですが、ジョンさんの正体についてお話ししていこうと思います。もし僕がこの動画以降の投稿が途絶えていたら、そういうことだと思っていただければと思います。はい、では始めていきます。でまずですね、ジョンさんが一体どういう人物なのかっていうところから考察を始めていきたいんですけど、まずジョンさんはですね、IT 系のお仕事をされていて、で年齢がまだ20代という、若さなんですが、ただですね、20代とは言ってるものの、実際のこう声の質感というか、あとは話し方ですね、が妙に落ち着いてらっしゃるんで、もしかするとこれは年齢を偽っている可能性があるかなと僕はまず思いました。そしてジョンさんは大の野球好きであり、またですね、英語を喋れるそうなんですよね。で次にですね、ジョンという名前に僕は注目したんですけど、まずそのジョンと聞いて僕が一番最初に思い浮かんだのはジョン万次郎という人物ですね。こちらご存知の方も多いと思いますが、この方はですね、江戸時代末期、幕末の時代に日本が鎖国中の中、日本人として初めてアメリカ大陸に上陸した人として有名なんですが、ただジョンさんがジョン万次郎なのかって言われると、それは絶対にありえない。もうこの方はもちろんお亡くなりになられてるんで、そんなことは絶対にありえないんですけど、ただですね、僕が調査を進めていった結果、現代のジョン万次郎と言うべき人物がこの世にたった一人だけいたんですね。でその人物が何者かというと、そのある男はですね、司馬太郎の龍馬が行くという小説を見て大学在学中に、渡米しております。はい、でこの龍馬が行くという小説には、ジョン万次郎が登場人物として出てきており、先ほど言ったようにジョン万次郎はアメリカ大陸に初めて上陸した日本人ということで、このジョン万次郎の影響を強く受けている人物であるということがわかります。その男は渡米した後、カリフォルニア大学バークレー校を卒業し、また渡米中にユニゾンワールドという会社を設立し、当時のインベーダーゲームを日本からアメリカに輸入するというような事業を行っておりました。はい、でその男は日本に帰国後、福岡県にて、起業をします。そしてその企業は今では日本人の誰もが知る IT 系の世界的企業として名を馳せております。その世界的企業の名前というのがソフトバンク。そして皆さんご存知のようにジョンさんの正体というのは孫正義ということになります。はい、その証拠にジョンさんは IT 関係の仕事をしていて、20代と名乗ってはいますが、実際はもうちょっと上なんじゃないかと推測されています。で孫正義はもちろん渡米していたので英語を喋れます。そして皆さんご存知の通り、ソフトバンクホークスという球団を所有するほどの大の野球好きになります。それにジョンさんの見た目は、冒頭にも言った通り白いワンちゃん、つまり白い犬ですね。で白い犬といえば、ソフトバンクの CM、白戸家の CM でおなじみの、お父さんですね。お父さんの白い犬とも一致します。はい、つまりジョンさんというのは実は孫正義が、自社の CM キャラクターである白い犬に扮し、さらに、自身のルーツであるジョン万次郎の名前を取って付けた孫正義の裏の顔であるということになります。はい、ということで最後にジョンさんが孫正義であるという決定的な証拠をお見せしたいと思います。はい、ということでアナグラムをやっていきます。はい、こちらジョンさんの名前なんですけど、まず簡単なのはこちらですね。はい、こちらを消しまして孫。はい、で次はですね、直線を1、2、3、4、5、直線を5本消してマサ。はい、でこれはそのまんまよ。はい、そしたら最後1本だけ直線が残ります。はい、こちらを消してシと。はい、
これでジョンさんが孫正義ということが証明されました。はい、ということだったんですが、なんとですね、この動画がアップされるのが10月7日なんですが、その翌日、つまり明日ですね、10月8日の日曜日の夜10時からですね、なんとジョンさんこと孫正義さんとですね、 YouTube ライブでのコラボが決定いたしました。はい、ということでですね、ぜひ、この動画最後まで見てくれた方はですね、チャンネル登録していただいて、明日の夜10時ですね、はい、ライブあるんで、まあ、1時間から2時間、まあ、2時間近くぐらい行くかなと思うんですけど、はい、ぜひ楽しみにしていただければと思います。内容はですね、今週の YouTube 界の時事ネタについて一緒にこうお話ししたりとか、あとは質問ですね、まあ、結構ぶっこんだ質問しようかなって僕ちょっと考えてるんで、ぜひ生で遊びに来ていただければと思います。はい、そして、ジョンさんのチャンネルのリンクも貼っとくんで、ぜひですね、チャンネル登録まだの方はジョンさんのチャンネル登録もお願いします。はい、ということで今回は以上でござる。バイバイジョーン。